はい、皆さんこんにちは、レンです。今日はですね、ブロンプトンについてちょっとお話ししたいと思います。ご覧のようにですね、タイヤを交換しました。純正でついてたコジャックというですね、タイヤからコンチネンタルの、コンタクトアーバンというタイヤに変更しました。でですね、パターンなんですけれども、スリックタイヤではなく、ちょっとサイプの入ったセミスリっていう感じですかね、ものになってます。雨の中走ったんですけれども、コジャックよりだいぶですね、安心感はありました。太さも、ありますし、あとですね、ちょっとなんか空気圧も、落とし気味にして走ったんですけども、ゴムのなんか厚さを感じるというか、そういった乗り心地でしたね。ちなみになんですけれども、漕ぎの重さなんですけれども、そこまで重くはなかったかな。はい、重量は重くなってるはずなんですが、なかなか走ってくれました。なんで、このタイヤにしたかというとですね、いつもですね、こんな大きいバッグつけてるんですけれども、かなりですね、重量物を入れて、プロンプトンに乗ってるんですよ。なんかカメラが入ってるんですけど、なのでですね、コジャックだと減りが早かったんですよ。なのでちょっと、興味があったこれにしてみました。このタイヤの気に入った部分なんですけれども、このサイプですよね。やはりマラソンよりだいぶこう溝も少なくて、浅くてですね、よりスリックタイヤに近いので、レーシーな感じに、速そうな感じに見えます。実用車なので、このぐらいがちょうどいいかなと思います。スリックだとね、やはりちょっと怖いんですよね。